ドミルトンです。今回は弾丸が頭に当たるとヘッドショットになるということについてやっていきたいと思います。で、皆さんこれだけ聞くと、ホイ卒向け、ヨウ卒向けの動画来たみたいな感じでね、喜んでしまっている人がたくさんいると思うんですけど、違うんですよ。これは頭に弾丸が当たるとどうなりまちか、ヘッドショットみたいなね、頭の悪い動画ではないんですよ、残念ながら。これはね、すべての大人とかがね、全年齢対象のもうすべての大人が見る最強の参考動画なんで、最後までご視聴ください。で、何が変わったかっていうと、これ結構驚きなのが、ハンドガンも手の先に頭とかがあったらヘッドショットになるんですよ。まあだから、ブリッツがフラッシュ抱いて、うわ眩しいって気がなって左手挙手するんだけど、今までその左手にね、吸収されてたのが頭になるようにね、なったんですね。危ない危ない危ない。あー、どこ逃げるんでちか、レバノン行きでちか、あー、自分の国、自分のこ、我が国に帰ってきてください。やばい、なんか俺が知能吸われてきた。この喋り方するとやばい、知能吸われて日本語が苦手になってきて、滑舌もカスになったわ今。あぶねえ。はっ、あいつ待て、お前レバノンには行かせねえぞお前。あ、ナイス、いいね、ついてくるね。後ろでレラーダするって言ってる。いや、俺が索敵するぜ。やばい、待って、これ鉄骨化してあるぞ、絶対いるこの部屋。おいーい、あー、逃げらんないよ君は。やばい、このアッシュちゃんと遊撃潰せるまで俺の背中についてくる。え、ちょっと待って、ツイッターの概要欄にマイブロアットマーク書きてえな、この人の名前。やべえな、俺のマイブロ来た。やべえ、いや気持ちいい。な、俺キモくなったわ。行きましょうか、どんどん。俺は武器庫最後エントリーしてえな。え、ちょっと待って、そこで今回しか撃つな、いきなりすげえ。あ、いくいく、やばい、ワイマール憲法、危ねえ。最大いけそうだな、誰もいなくね。お前か、あ、いくいく、あ、やばい、ベルサイユ条約になっちゃった、最悪。やばい、これ社会の授業になっちゃった、どうしよう。2つも一気に学べるなんて今日やばいな、贅沢な動画だな。いけ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 、いいね。え、めっちゃエイムいいじゃん。はい、あ、もう脳震盪エイム、もう喜びの脳震盪アイムしちゃったね。もうそういうことなんで、結構ね、ブリッツもうこれよく考えたら強化です。この動画ではね、しっかり最初に言った修正お見せするので安心してください。フラッシュ入れてから相手の頭に弾丸を入れて貫通しているということをね、お見せしよう。おい、まあということで見せてください。まあやりましょう。あとね、そういえばツイッターの概要欄に俺もう全て変えたんですけど、なんとですね、まあ唐突なんだけど、俺のプロガミングチーム、プロゲーミングチームの名前変わったんですよ。ワンズバトルドックスから、シリウスっていうね、名前に変わったんですよ。鼻で笑うことじゃないですよ、みんなかっこいいんだからな。かっこいいからな、みんな覚えとけ。かっこいい、かっこいい、かっこいいと思えばかっこいいんだよ。はい、ということで皆さんこれからもね、シリウスをね、応援してください。いった、お前、お前逃がすねえ、お前。最悪、うわ、もう51くらった。夢ならばどれほど良かったでしょう。ふざけんなよ、もうこんな30秒以内に50も削れるとか、もうちょっと、もうあなた、ちょっとそんなとこでドロドロいじってないで、2分ね、鉄骨化してほしいんですね。鉄骨化、えっ、ちょっとスレッジ、あなたしかいないんですよ。鉄骨化するのはやばいな、このなんかネチネチチャットしてると本当に、いや、なんかこの人怖いってなっちゃう、萎縮しちゃうからな、こういう結構威圧的なチャットすると。威圧的じゃないんだけどね、チャットって。なんかあれだよな、文字にすると威圧的だよね。スレッジかっこ圧みたいな感じだから、ね、いいですね。なんか別に呼ばなくてもよかったな、ごめんな、スレッジ、ちょっとすまん。あ、なんかディフェンシスの音がする。お前、床にちっちゃい手首なんてつきやがった、お前。もうプラントいけるぞ、これ。いきま、あ、待って。あ、ちょっと、あなた、あなた、プラントね。あ、ネチネチゲーマーの鏡。テルミット、もうプラントいけや、プラント。おい、スイッチ早くて一個つきしよう、おい。いきまーす。いや、もう俺がじゃあ、ちょ、待って、誰もアサルターがカバーしてなくない？ちょ、俺行くわ。いや、任せろ。俺が C4、打ち落とす。
さあ来い、 C4。 いや、おい、おぶねおっぶね、やっていく。いや、リロードタイミングで C4 投げるのはなしだって。お前どこ行った、ガレージか。いないね、ガレージ。お前か。うわはい、頭入れてく。おい、フラッシュ溜まってく。あれ、テルイットどこ行った。あらあら、あ、下行ってくれたね。あ、待って、フラッシュだけない。もうこんな効果をしに来たわけじゃないんだって。お、勝ち確ですね。ぶねー、はあ、危ない危ない、素晴らしい。いや、ナイスナイス。いや、このテルミット途中で下降りてミラウラ入るのは賢いね。いいね、これはアマチュアポイント、100ポイントだね。だんだんポイント上がってきたわ。こういうね、奇抜な技をやるときって何度もやらないとみんなから「おい、インチキゲーマー!」とか言われて、ん、どうしてるかな、自己紹介かなとか言って、もうネチネチ言い争うことになるからね。もう毎回こういう時オタク VS オタクみたいになるからね。どっちの頭皮の匂いが臭いか勝負だみたいな感じになるからな。うわー、くっさーみたいな感じだからな。まあ、ということで皆さんね、俺はね、戦争を根絶するそういう男だということをね、紳士系のレインボーシックスシージの光ということで俺が無双していくぞ。みんなの心を照らす光となる。待って、なんで毒がいんのそこに。あいつ絶対遊戯来てるぞ。ちょっとあいつから潰すか、潰しやすいから。いきまーす。まあ、みんなね、俺のチームのね、シリウスって名前ね、おし、あー、お尻だーとかね、言うのやめてください、皆さん。トイレの芳香剤の匂いがしそうですね、とかね。やめてくださいね。今聞き取れたかわかりませんけどね。やめてください。そうではありません。いないね。ちょっと待って、お、マジで遊撃出てもらわないと。出てもらわないと、みたいな。お、ビジネス、お、ビジネス脳みそになってるぞ。思考回路がビジネス、ビジネス、ビジネス。あ、通りまーす。いいですか。通れない。通れない。あ、でもナイス。大丈夫。通れないっすだよ。いいよ、全然大丈夫。許すよ。ありがとう、ナイス。いいよ、ゲーム続けて。いいねー。ちょっと待って、これどこにいんだ。ちょっとドローン流してくれてるな。ついてくか。いいね。ドローンより絶対前に行かないぞ。いや、いい、このドローンいい。そうか。バカ野郎、お前、レバノンムーブ、お前、さするか、お前。おい、我が国へようこそ。レバノンムーブなんてさせねえからな。カイドカー起こしてくるわ。あ、いいね、カピタをロックしてくれな、ありがてえ。あっ、危ねえ。あ、いいね、火焚いてくれな、ありがてえ。見えへんわー。だって当たり前のブリッツだからな。ブリッツって散ってまちかー。光がピカッとなるやつ。待て待て待て、一人じゃん、そんなバカみたいなこと言ってる場合じゃねえぞ。待って、一瞬飛び越えて出た。アイス、いいね。いや、強い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 よ。お兄さん強いね、アフロ系の人。なんか昔、なんかこの人に似た人、なんか実際の人物いるよな。いや、ま、言わないけどね。もしかしたらね、いつか、俺らのプロゲーミングチームの名前がなんでね、その名前になったかっていうのをね、話すときが、もしかしたらね、来るかもしれません。とりあえず、あれだから、俺たちで、シリウスにケツって感じだったから、もう決めるって感じだったからね、もうこの名前にケツって感じだったからね、もうそれでね、あ、なるほどーってなってしまったんで、いきまーす。スピード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 。ありがとう、危ない、もう死んだと思ってたわ、今。危ねえ。あれ、そいつ、狼いったな、今。あれ、いなくなってる、いなくなってる。ナイス。いや、みんな早いよ、いいラッシュ。ウォークインか、まさか。あれ、いない、まさか。うわ、終わった。生きてる、危ねえ。触って触って、俺の体触って。あ、アベンジャーズ、アベンジャーズ。俺の顔触って。うわ、やだ、あ、やばい、気持ち、男の人の気持ち、あ、どうしよう。そんな、血まみれだけどな。待って、これ発見されたぞ。いや、これ絶対、裏来るな。ちょっと待って、一回こっち焚いて、後ろ見たい。おい、やってくれ。いや、俺やばくない判断力。イケメンすぎ。イケメンゲーマー、来た。あれ、待って。あ、ディフューザー窓か。これちょっと潰しに行くか。バッカロエ。あ、ここで抜くな、抜くな、有罪。針抜くな、やばい。
や、ありがとう。うわ、味方これ強え。これは味方ゲーだったわ。はい、ということで皆さんね、ブリッツは、あ、何の動画かわかんない。味方が強ければ最強ということがよくわかりました。ということで、メルトンでした。バイバイ。ドミルトンです。